どうなるんやこれ。大切にしていたもの。あー、ジェイドン。通った場所でも油断はなりません。本気で戦わなければ本当の実力はわからないでしょ。もしかしてディートリヒ味方？ In this box。 こちら金箔の創作ということでね、メインクエスト森、巨大な森、巨大な森じゃないな巨木の森ですね。行きましょうか。まあアリーナもね、そろそろガツガツクリアしていけるんじゃないかなとは思うんですけれども、お、敵がいつもより少ないということはレベル上げできないね。この森のどこかに拉致された人たちが。森は広大です。捜索しながらスタミナが底をつかないよう十分注意しましょう。そうなんですよね、今回ロングなんで。アリア様、何かがり火がね、結構ないときつい。おお、すごい虹の帯。え、めっちゃ強いの落ちたんやけど、いきなり。え、ちょっと装備させて、装備させて、装備させて。これパラディンとかにつけれるんちゃう？つけれるな。え、これは強い。普通に、普通に紫色のアイテム落ちるんやね、普通に。怪しい匂いが。ここには何かあります。森なんでね、どうなんやろ。ロングってことはめちゃくちゃ広いんやよな、きっと。ありがとう。よし、いい感じに減ってきたところでかがり火ありました。これがね、まあいいスパンでかがり火がやって、食材の道を止めることはできない。もう先を急ぐぞいいスパンでね、かがり火やってきてくれるといいんですけど。まあ、ジェイドンかな、筋トレは。よし、ナイス筋肉痛。これは戦闘が終わればね、能力が上がるというシステムですので。よし、ジェイドン筋力上がりましたね。これ、筋力アップ、自分を対象能力値物理攻撃プラス12が3戦闘だからね、プラス12よ。 これがめちゃくちゃ強いな。この状態でできたらボス戦にお伺いをしたいんですけれども、まあロングなんでね、そんなボス出てこないっしょ。すげえアイテム出るように、女神像をちょっと使っちゃおうか。紫色を使うと赤が出るんよね。あ、竜の血。赤色のアイテムはそんなに種類が多くないのかな。ここなんかそんな気はするけどな。赤色のアイテムもそろそろ混ぜていく。疲れてはいませんか。赤色の次何なんやろ。少し頑張りましょう。苦行は繰り返されるのか。あれ、赤が最上級なのに。もう一個上ありそうやけどな。おっと、お客様でしたか。ハイヒール、これ作れるんですけど、どうぞ見ていってください。欲しいな。ここら辺の素材ちょっと買っていこうか。いや、ハイヒールは強い。スピード下がるけど火力が上がるよ。チャーマーとかにね、ま、ちょうどいいんですよ、ね。宝箱から人形が出てきましたね。先ほどなんか少女の幽霊がいたんで、多分こいつに渡せばどうなるんやこれ。大切にしていたものいただきました。少女の大切にしていたもの、わ、結構良さげなアイテムくれるな。トロールの歯のネックレス、あ、強い。これ全員つけれて攻撃プラス2、ルビーダーが、あ、強っ。あ、いいですね。あー、そういうね、ダンジョンで道中クエストみたいなのがあるんやね。いや、これはいいね。苦行は繰り返されるのか。やばい、スタミナが底を尽きるぞ。スタミナが底を尽きた、やばい。ここに何かある。これはやばい。なんかなかったっけ、アイテムでさ、スタミナ、メンタルぐらいか回復するのは。スタミナ回復するものはないか。スタミナ回復したいよな。結構きついんよな、スタミナ。昏睡、あ、まあメンタルか。メンタル回復、プリアとかに使っとくかな。メンタルが死ぬと特に何もなさそうです。言うこと聞いてくれなかったりするんですよね。ここは勝手にどっか行ってったりとか、それが困るね。あ、ジェイドンのメンタルがえらいことになってる。今蛇を見ませんでしたか。ジェイドン、うわー、回復しないね。かがり火がないとちょっときついな。新しいヘビちゃんはいないかしら。私のヘビちゃんが怪しい匂いを嗅ぎつけたの。かがり火ちょっと急いで探しましょう。
やばい、ジェイドンのメンタルが終わってしまった。これはきついな。あー、ジェイドン。ジェイドンが終わった。え、これめっちゃきつない。あれ？めっちゃむずいんやけど、このダンジョン。来ませんでしたか？うまいこと探さんと、全員終わってしまうんじゃないか、これ。戻るのが良さそうですね。何かありそうですね。これちょっときついですぞ。ちょっと赤色使おう。あ、やっぱりあった。金色、星の雫。味方全体の昏睡状態をはじめとする全有害効果を解除し、ヒットポイントの MP を最強すぎる。3万ゴールドよ。3万ゴールド、これは強すぎる。うわー、ちょっと遅かったか。でも回復しやんな。死んでる、みんなメンタルが。アリア様、何かが怪しいです。この次で最後か、もしかして。周辺を調査いたします。新しいヘビちゃんがいないかしら。いや、このクエストちょっとやばいかもしれやん、本当に。歩き回った甲斐があったわね。このメンタルの持ってかれ肩えぐいね。あー、ゴールか。きっとボスおるんやろな。あれは服装を見るに村の人たちみたいですね。早く彼らを助けましょう。ちょっと待ってください。なんだか様子がおかしいです。お、ディートリッヒついに出てきた。待ってたわ、アリア姫。でも残念だったわね。こいつらの昇天の儀式はもう終わっちゃったわ。おい、誰だ貴様は。私の名前はディートリッヒ。言わなくてもわかるだろうけど、教団の幹部よ。村の方たちを誘拐したのはあなたの仕業ですか。誘拐だなんて失礼しちゃうわ。彼らは全員自ら望んでやってきたのよ。何？なんだと。姫はすでに深淵の巻と君主を倒したって聞いたわ。それが本当なら、今度の相手は姫にとって少し物足りなく感じるかもしれないわね。村人の体から蒸気が湧いています。サイラスが執着する姫の実力をこの身で直接見られるなんてとっても楽しみね。みんな赤なってる。村の人たちが悪魔に変わりました。戦闘のご準備を。やばいな、結構な数おる。結構な数おるな、悪魔が。あ、でも6体おるけど、そんなに強くはないな。ただみんなメンタルが死んでるから、まともに戦えるかどうかっていうところですね。皆さんにみっともない姿を見せられません。これで終わりです。激流使って波で沈めていきます。全員敵を倒しました。私のダンスをちょっとチクッとさ。あ、勝手に動く、勝手に動くの。逃げ場はない。いいクリティカル出ましたね。これで元気出してください。はいはいはい、勝手に動きますけど回復はありがて。アシットも使ってくんな。悪魔の血って何？悪魔の血って何？一度やってみましょうか。あ、勝手に動く。敵を制圧しました。みんな勝手に動いていく。まだ踊れるわ。在籍感。ちょっと私のヘビちゃん。あ、でも弱いな。結構一瞬で終わっていきそうだ。砕けろ、粉々に砕けて灰となれ。そっちじゃなっこい。なんか一回負けて戻らないかんかなとか思ったけど、全然余裕で勝てそうです。一度やってみましょう。あ、連結する、そのタイミングで。そのタイミングで連結しちゃう。いいよ、クリティカル。アリア様、私の判断を信じてください。すごい勝手に、すごい勝手に動いてくな、みんな。味付け敵にするか、しかも。一度やってみましょう。大束縛？な、ね、あ、なんか変身したね。あ、人間の状態から時間進むとああいう悪魔に変形するのか。してたら、アリア様、逃げ場はない。わあ、そうなんですよね。離脱していくんですよね。それが本当に厄介。あ、でもあれやな、プリアだけメンタル普通になってんな。よそ見なんかしてたら痛い目に遭うわよ。守らなければ守らなければならないんですけれども、いいクリティカル、いいクリが出すぎやろ。いや、もったいね。敵を倒しました。もったいね。アリア様、メンタルなんとか頼むよ。もうちょい持ってくれ。よそ見なんかしてたら痛い目に遭うわよ。この力でアリア様を守る。うん、
審判の一撃じゃなくていいな。聖戦士だけ強っ。さすがです。勝てましたけど、勝てましたけど、パーティーこんだけ失ってんのがちょっと辛いね。メンタルコントロールやっぱ大事よね。え、会社でもね、鬱になるとみんな離脱していきますから。村の人たちがどうしてこんな、また同じことが起きてしまいました。素晴らしいわ。さすがタマゲリアの継承者なだけあるわね。どうしてあなたたち教団は、どうして無実の人々を傷つけて平気でいられるのですか。あら、言葉には気をつけないと。アリア姫、私にだって良心はあるわ。こいつらは無実なんかじゃない。どういう意味ですか。話の続きが気になる。だったら誇りの峡谷へ来なさい。残りの人間がそこで昇天を待っている。おい、貴様らの言う昇天とは一体何だ。その答えも誇りの峡谷へ行けばわかるわ。じゃあ私はこれで。待て、一瞬で消えちゃいましたね。急ぎましょう。早く彼女の後を追いましょう。私は絶対に教団を許しません。そうですね、誇りの峡谷へ急ぎましょう。ちょっと全員メンタルが死んでるんで、パーティー編成ちょっと変えましょうか。はい、やっとメンタルがみんなね戻ってきたんで、メンタル戻す作業に、まあ、40分ぐらいかかりましたね。でジェイドンだけもうメンタルが落ち込んでたんで、同じ追放者のマリクの方にですね、英雄継承をしまして、まあ、マリクの方がねちょっと特質がいいの持ってたんで、この生存者、これが結構強かったんで、マイナス効果なしのいい特性持ってたんで、まあマリックに引き継いでって感じですね。めっちゃ攻撃高ない。物理攻撃30もあるよ。めちゃくちゃ強いんやけど。はい、ではやっていきましょうか。はい、ではね、メインクエスト続く捜索いきましょう。で、一応みんなにね、みんなではないんやけど、4人のキャラにね、祝福をかけてきました。落石注意。任務開始です。アリア様、私のそばから離れないでください。男女に地形被害区間がある。地形被害区間ってどういうこと。ここはダメージ受けたりする目の前の区間ってことか。惑わされるな。多分そうなんやろな。きちいな。今回はちゃんと行こう。ちゃんと特に 何もなさそう、ね、いや何がちゃんとかは分からんけど、ここロングやからなるべくメンタルやられたくないんよな。メンタル、いやこれか、落石えぐいやろ。苦しんではいられない。そんなダメージではすまん。落石じゃ、ここはさっき来ませんでしたか。どれほど丈夫な岩で。いや、なるべくね、端っこまで行って戻ってくるとかいう作業はなるべくしたくないんで。怪しい匂いを嗅ぎつけたな。よくねえか。私のヘビちゃんが怪しい匂いを嗅ぎつけたな。スタミナがね、きついんですよね。かがり火をうまいこと何かが怪しいです。見つけるか。周辺を調査いたします。まあ、えてね、早めに見つかったら残しとくっていうのもありやよね。メンタルの回復にむちゃくちゃ時間かかる。やっぱりね、一回こう打つとか病んでしまうとね、回復に時間がかかるんですよね。今回めちゃめちゃ早くたどり着いたんやけど、むしろ道中でかがり火一個も見つからんかった。一個も見つからんかった。やっぱり右手の法則ですね。壁に沿っていけばいつかはゴールに出られるという、そういう法則なんですけれども、端っこから行くことによってね、見つけやすいですね。教団がいます。あれ、村の人々もいますね。まだ生贄にはされてないみたいです。ふん、信徒たちをよく聞け。アクサム様からのお言葉だ。お、イシズじゃないですか。千年タウクをつけてね。ここまでよく来てくれた兄弟たちよ。お前たちは教団とエニアリオス様の力、昇天の道を信じるか。はい、信じます、アクサム様。よし、ではその力をお前たちに授け、新たな存在へ生まれ変わることを信じるか。はい、信じます。どうかその力を私たちにお授けください。私たちを昇天の道へ導いてください。ならばこの神聖なる雫を受け取るがいい。それを飲み、エニアリオス様の力を己のものにし、昇天の道を歩むのだ。うん、うん、爽やかですね、教団の長が。村人たちは拉致されたわけではなかった。あいつら全員教団の一員だったのですね。それ
前に言ってた諜報員のことですか？はあ、諜報員、スパイのことか。お前はよく妙な言葉を使うな。いけません。たとえスパイだったとしても、教団が彼らを洗脳したのは明らかです。私たちは彼らを救わなければなりません。それすらも思い込みかもしれないですよ、アリア様。何？アリア様。待って、今すぐこの邪悪な行いを止めるのです。アリア姫か、まさかこんなところで会えるとは。あなたが教団のボス、アクサムですね。アリア姫、また会えて嬉しいよ。貴様は、これはこれは、中堅よろしく姫の後をついて回る聖騎士様じゃないか。教団のトップが一堂に会するとはちょうどいい、まとめて始末してやる。相手の力量も把握できない騎士とは、戦闘は優れているのかもしれないが、頭の出来は犬以下だな。何？なんだと。勝算のない相手と戦って全滅するより、主君の命を優先し、退却なり降参なりするのが賢い選択ではないか。くそ、黙れ。はっ、愚か者め。ぐはティラ、ろくに一発も受けられないのか。ティラ、大丈夫ですか？殺すつもりだったが、さすが騎士だ。頑丈さが取り柄のようだな。私たちはそう簡単にやられません。そう吠えるな、アリア姫。まだ姫を殺すつもりはない。え？なぜですか？私は平和を追求する身でもあるからだ。何ですって？平和の追求ですって？罪のない人々を犠牲にしておいて、よくもそんな。望まない人間を犠牲にしたことはない。私は力を渇望した者に応えたまでだ。その結果が生贄だというのですか？はあ、生贄か。何か勘違いしているようだな。これ以上人々が犠牲になる前に、私があなたを止めてみせます。はあ、戦うつもりはないのだが、姫がそこまで言うなら仕方ない。サイラス、この場はお前に任せる。私は信徒たちを移動させる。お任せください。待って、待ちなさい。私を倒さずしてアクサム様の元へはいけないぞ。ならばあなたを倒してアクサムの後を追うまでです。アクサム様からは姫は殺すなと言われているが、その指示ばかりは私の本意ではない。私はいかなる時も殺人こそが一番の解決策だと思っている。それは姫も例外ではない。アクサム様には姫の抵抗が激しくて殺すしかなかったと伝えよう。クックック。そんなパトリックがこのことを知ったらさぞかし悲しむだろうな。たった一人のマナ娘をこんな荒涼の地で失うなんて。やめなさい、サイラス。何？ディートリッヒ、なぜだ、姫をかばう気か？アクサム様の命令は絶対よ。逆らうつもりなら見逃せないわ。ふん、まあいいだろう。チャンスはこれからいくらでもある。またな、アリア姫。ふん、本当にずる賢いやつね。どうして私たちを助けてくださったのですか？勘違いしないで。サイラスみたいなやつに姫を倒した功績を渡したくなかっただけだから。そんな、くそ、殺気がみなぎっています。奴は戦うつもりです。ふーん、姫の実力がどんなものなのか私にも見せてもらうわ。結局か。あ、かっこいいな、ディートリッヒさん。かっこいいっすね。800、あいつのあの変な能力なんやこれ。無敵、昏睡状態に陥ったり死亡したりしない、7ターン。え、7ターンの間倒せやんってこと？どんだけ意味わからん火力で攻撃しても。よし、吸血。戦いはまだ続くのか。教団の力を感じなさい。まあ普通にダメージは入りますね。まあボス戦は使い魔です。まずはあんたの相手は私よ。こいつは普通のウォーリアーと似たような攻撃パターンやな。どこ見てるの？分身？それは私の残存。ダルリンゴです。必ず王国を守る。これは120の分身2体はダルリンゴやな。分身までかっこいいやん、こいつ。行くわよ。
なんなぁ、かっこよすぎやんか、ちょっと。ディートリッシー一番好きかもしれんが。いや、でもスーパーモデルがね、いるんで。私の番ですね。いつもいいよなぁ。もうちょっとで必殺技たまるんで、次のターン使っていこうか。教団の力を感じなさい。そんなに今のところは強くないよな。別に全体攻撃とか意味わからん状態異常とかしてくるわけじゃないんで。強っ、44も入ったとダメージ。あー、いやー、もったいないか、後ろに打ちます。保護してたんか。どうしよっかなー。防腐の考慮どうしよう。勇気、攻撃倍率が上がるんでいいんじゃないですか。40、教団の勝負よ。クリティカルもなしで40は強い。教団の力を感じなさい。コックが行動力を2獲得したぞ。あー、気絶させたかったな。必ず王国を守る。気絶させたかったな。聖なる炎を使おうか。スキル使えないけどちょっと強くなるんで。うわ、カウンターしてくやん。あ、なるほど、オートやけど行動力がってことね。よそ見しないでね。オート行動やけど行動力増えるのはありがたいけどね、正直。あんたの相手は私よ。私に任せてください。あと4ターン、あと4ターン無敵か。これで終わりです。でも4ターン以内に倒せそうではある。てかまだ3ターンしか経ってないことに衝撃を受けた今。あんたの相手は私よ。ナイスか、ヒッ。あ、いいね、渾身的ですね。あんたの相手は私よ。アリア様を狙う者は誰だ。スキルは使えないですね。逃げ場はない。ご飯の時間ですよ。直火焼きで、あ、やけど負いますね。アーマーもなくなったんでしっかり倒していけそうですね。キリスケ強い。あんたの相手勝負よ。クリティカル80は強い。あ、対決ね。そういうことね、カウンターしてくるわけか。それに合わせて。や、強待て待て、無敵のターン内に殺してしまう。昏睡にならんのやろこいつ。私の番ですね。これみじん切りすると全部カウンターしてくるような。あ、そんなことないか、最後に1回か。さすがね、素晴らしい腕前だわ。ディートリッヒ一番弱かったの、ボスの中で。ずいぶん楽しませてもらったわ。さあ、おふざけはこれでおしまい。あれ、戦闘普通に終わる感じ。変身とかじゃないのか。武器をしまうのか。一体何を企んでいる。本気で戦わなければ本当の実力はわからないでしょ。もしかしてディートリッヒ味方。それは僕たちを試したんですか。あんたなんか最初から眼中にないわ。私はガキの相手をしてるほど暇じゃないの。ガキ。何が知りたかったのですか。ずる賢いサイラスのやつが姫にだけ執着する理由が気になったの。それでちょっと相手をしてみたわけだけど。確かに実力を認めるわ。だけどサイラスが気にするほどじゃない。だから余計に気になるの。褒めてるんだかけなしてるんだか。姫が教団をどう思ってるのか知らないけど、私は教団の大義を信じているの。だから教団に存在する危険要素は取り除きたい。危険要素っていうのはつまりサイラスのことよ。おい、疑わしいな。幹部官の信頼を崩すような話を我々にしていいのか。ふん、私は心配してくれるの。優しいのね。でも教団の中にあんたたちの話を信じる者は誰もいない。むしろこれはとっても安全な会話ってわけ。私がお前を生かしておく理由をあげろ。答えによっては会話を続けてやる。あれほど苦しんで戦っていたくせに態度だけは一人前ね。いいわ、その理由を教えてあげる。私はコルアント廃城にある破壊された女神像の修復方法を知っている。継承の儀式できないと困るんじゃない。何？はい？それは本当ですか？うん。何を根拠に信じろというのだ。サイラスがアクサム様に逆らってまで姫を殺そうとする理由が気になるの。
あいつは教団に脅威になる存在を排除するためとか言ってるけど、私は何か別の理由があると思ってる。だから知りたいのよ、あいつの本当の目的を。姫が継承の儀式を行う時のあいつの反応を見れば、それが何かわかるような気がする。そう、継承の儀式を行った者は高魔の力を得る。そうすれば教団は確実に不利になる。危険を冒してまで内部を統制したいということか。ふん。まあそうね、私にはアクサム様より大切な存在はいないから、目の前の敵より背後から刀を刺す身内の方が脅威だってこと。うん。私にもアリア様より大切な存在はいない。いいだろう、お前の話を聞いてやる。うん。女神像はどうしたら修復できるのですか？女神像は古代文明の遺品よ。サイラスのせいでバラバラにはなったけど、同じ古代文明の遺品があれば破壊された部品を代替することができる。竜の口の奥に古代戦争機械が眠っている。その戦争兵器の人工心臓を持ってきなさい。そうしたら女神像を修復してあげる。あれ、竜の口って河口地帯じゃないですか。それは溶岩が湧き立つ火山の中にアリア様を連れて行けというのか？その通りよ。さあ、その心臓を持ってきたとして、貴様が約束を守る保証はどこにある？私を信じるか信じないかは姫が決めたらいいわ。さあどうする？わかりました。いいでしょう、その言葉信じます。でも教団員であるあなたを許したわけではありません。さすがアリア様。じゃあ早く行ってきてちょうだい。連絡は私からするわ。これはまた消えていきました。うん。竜の口ですか？うん。あんなことを言っていましたが、罠だったらどうするおつもりですか？奴のあの態度、罠としか思えません。でも私たちを騙して殺すつもりだったらとっくに殺していたでしょ。それに何より、今の私の力ではアクサムのあの強力な力に立ち向かうことはできません。罠の可能性があったとしても、今は彼女のことを信じるしかありません。かしこまりました。わかりました。ひとまず一度村へ戻りましょう。任務完遂ですね。ディートリヒやっぱりええ女ですね。一番の推しかな。2番は結局敵じゃないんかな、この感じやと。でもアクサム様と同じ位置に宝石つけてんのよ。ちょっと怪しいよな。フードかぶってるか、まだ顔見えへんしな、アクサム様。ワンチャン2番がアクサム様っていう可能性も捨てきれないんで、まあ疑ってかかりましょうか。アリア様、戻られたのですね。誘拐された村人は見つかりましたか？それが、あれは誘拐ではなかった。奴らは教団の一員だったんだ。そんな、それは本当ですか？うん。奴らは教団のボスと共に姿を消した。もう村へ戻ってくることはないだろう。はあ、そんな、よく知る人たちだったのに信じられません。うん。教団のボスアクサムは巨大な力を持っている。悔しいが我々の力で勝てる相手ではない。うん。ティラさんがそこまで言うのなら相当な強者のようですね。うん。はい、だからこそ一刻も早く継承の儀式を行う必要があります。竜の口へ行く道はご存知ですか？そんな、竜の口、まさかあの火山地帯に行かれるおつもりですか？はい、今はその場所が唯一の希望なんです。ふん。あの火山はここ数十年間誰も足を踏み入れていない場所です。私ですら実際に一度行ったことはありません。うん。大体の方向だけ教えてくれればいい、あとは何とかする。イヴァンさんはこのまま残って村の警備に専念してください。また誰かが失踪することのないように。はい、承知しました。はい、ではね、今回この辺で終わっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。さらだリハーサルはもう十分よ。